覚えてるお前ら。俺んちにさ、ポケモンカード貼ったやん。知らんか。出て弁償する。な。どうする？六二？貼ったカード62,000。どうやって弁償する？いやもう高騰しちゃってるからさ。あったよ。62,000。うん、他にもあったんだよ。いっぱい調べたんやけど、調べたんやけどトータル350万いってました。どうする？これ。悪いことですまへんやな。え、お前あれは？ケバルギクスさんから誕生日プレゼントもらったカードある？多分あると思う。ちょ、お前それちょっとどこも持ってこいよ。俺ケバルギクスさんもらったカード何本か調べるわ。やばー。はい。あ、持ってこいよ。え、上ないんすけど。え、あっこに入れてたんすよね。何でしたっけ、ちょ、もうお前そらほんまちょっと待って。俺それ言ったで、何回も。この家引っ越してきたから、お前あれも持ってきたって。俺言ってたよな。で、お前、それを、大丈夫です、持っていてますって言って、確認しに行けへんってことは、もうお前、完璧にかましてるから、バレてるから、それは。え、何ですか？え、お前、売ってるやん、どう考えても。え、なぁ。お前、売ったな、これ。え、売ったんですか？え、ケース、なんかあそこ、マジ売ったやつは、ほんまに。え、もう、お前、100売ってる。俺、ガチクビにすんで、行くけど、これはごめんやけど。お前、もう、ほんまに言うって。いや、ほんまに言う。じゃあ、もう、ええで、毎回大行もよ。マジリアル売ってないっすよ。お前もう売ってんやんけ。売ってないの。お前その切れてんのがもうバレてんもん。お前毎回それ。え、じゃあ社長がもらったビトンのカバン、お前どうした？青色の。いや売ったっすね、それ。じゃあなんでそれ売ってんのよ。俺もう絶対売ってるから。もう、もう取りに行く瞬間がもう焦りまくってたから。焦ってないね。うん、視聴者の皆さん、その仲間疑うとかそのアカンとか、もう多分いろいろ多分言う意見あると思うんですけど、はい、こいつ売ってるんですよ。売ったんや。嘘じゃないですよ。嘘じゃない。もう今まで過去の何回もあったから。俺あの引き出しの中にカードを入れてるから、うん、俺それ、お前ちゃんと届いてるって、あ、何十万もするでって。で、クックさんがもらったやつやからって、うん、俺言って。ほ、うんで、ああ、大丈夫です。ちゃんと届いてましたってこいつは言って。うん、それは覚えてるやろ。そう覚えてる。でもそれで確認せえへんのはおかしいやん。まあな、それ言ったやったらな。やってないって言ってすんの。え、もうエヴァリー、こっちやと思う。リアル。いや、もう正直言っていい。もう俺は山ちゃんっていう人間を知ってるからか、そう、もう確実くれえなと思って。俺もやで、もちろん過去の経験。だけど、ありえへんもん。これ、エヴァリー君とか、逆に、もう違うやつ、やったら、俺もありえへん。お前は売らんな。売るっていう考え、まず俺らが思いつけへんもん。今日、ほんま売ってない。いや、もう売ってるよ、お前。マジ正直言えって。いや、売ってないって。いや、もうごめんけど、お前。正直言って許すから。売ってないって。許すって言ってるやん。いや、売ってないって言ってんの。え、お前これガチで結構デカなるで。俺これ社長に相談するで。誕生日プレゼントでもらったやつでお前売る人が誕生日。なんで俺になるんて。やっぱお前やん。もう結構送る時も俺以外みんな触ってるんだよ。もうこれ、え、分かるでしょ。うん、俺はわりかし分かってる。もう確信ついてる。嘘ついて、これ嘘や。過去にやったもうお金関係のことでもこいつ嘘ついて、ゆっくり嘘やったら片肺売るわ臓器売るとか言い出して、ね、嘘やったっすからね。臓器もうこれ片方ないやつなんて、ね、ほんまやったらねえ、めぐ何っすよ、ね、これに関してガチやねんな。ほんまやねんな。だから俺ももうそう思っちゃうねんな。ごめんけど、お前しょ、お前じゅ、お前人のカード売る前に自分の臓器売れよ。え、今やったら笑いなんで。いや、マジ売ってないっす。マジ売ってないっす。40万っす。別に売らんけど俺は。プレゼントやったから、こいつ40万いってるっすよ。もうほんまお前正直に言えって。いや、売ってないって。いや、もう売ってるよ。なくなるはずないやん。じゃあ、どこに消えるん？いや、知らん。俺売ってないっす。売ってない。もうそれはもうないって。じゃあ、お金はどこに消えたん？それもったいないからさ。お前が使ってんねん。もう使ったら正直言えよ。もう使ってんねん。売ってもないよ。いや、もうお前もうほんまに言うさ。100% 売ってる。いや、今日人の金とかもらったことないですよ。取ったことあるやん。取ったことはある。うん、逆取ったっすか、なんか。うん、取った。え、じゃあ何取ったんすか。うん、言っていい、全部言っていい。ピーナシドの放送すんで。いや、でも別にガチのやつやったら別にやってくれたらいいじゃないですか。え、じゃあ言っていこうか、名前も言って。で、お前がすいませんって言ってる動画もあんで俺。え、いいっすよ、ほんまに。大丈夫お前大丈夫。それわけわからすぎんな、俺さすがに。それ無理っす。でかい話になってくんで。いや、でもマジやってないの。言っていいっすよってお前言うやったらほんまに言うで俺。なあ、お前行くで言ったらお前のことクビにすんで。クビにせなあかんもん、そんなやつメンバーに入れてるグループなんか。え、言うでって。お前それでいいんやったら俺言うでって。お前その態度ってやばいで。お前過去にやったこと何でも俺やってないとか言うんやったらお前やばいで、普通に。なあ、お前反省しないん。お前な、過去にな、お前、
お前が、俺はもう言わんけどって言ったけど、お前が使えよって言ってるやでって。お前その言葉いらんくないっていう話をしてんねん。俺が言ってないのに。じゃあ言えばとか、お前が言ってるから、じゃあ言うで。言ったら、P なしで言ったら、お前はもうこのメンバーにおられへんなるよっていう。当たり前の話や。そう、わかるっす。いや、もう打ったやん。もうマジで言ってくれ。だから打ってじゃあもう探さなあかんから、本気で。今からめっちゃ時間かけて。全員に連絡せなあかんから。中村てるてるとかもういろんなやつに電話して、もう呼び出して缶詰やから。いやでも別にやったやん、俺もやるし、やってないもんほんまに。でもそうするか。いやほんまに。まあもう今認めたらほんまに悪いなんで。ただ今まで俺はそんなことするやつお前以外おらんかった。いやでもやってない。もうほんま長なるこの動画もう本ちゃんも撮りたいから。もうやってないって。えもうやってるよお前は。もう分かるやん。になる。でそうやってお前いつもキレて最初やってましたやったからさ、いつももうこいつね、まあこれはみんな使えるけど、太鼓の時もこれでしたわはい、もうキレて俺はやってんやってないっつって、そこでペンギンってやつに DM 送ってましたわ。いや太鼓の時キレてないし、もうそれやばいやんもうこいつ打ったやろってお前打ってない言えよ。マジ打ってないって。お前打ったんちゃうんじゃん。打ってない。撃ったやろって。撃ってない。お前言ってない。うん、お前マジで言ってる。言ってる。お前ほんまそれ信じていい。どっち。もう最後な。どっち。撃った。ね、皆さんに報告動画ということで、サブチャンネルで山ちゃんがその俺のカード撃ったみたいな、撃った撃ってないみたいな、その言い合いの動画が多分上がってると思うんですけど、あんまあれカメラ止めて、まあ、事実確認を取りまして、新宿の、アメニティドリームがよくわかんないんですけど、そのお店でカード撃ってることが、発覚しましたガチっす。動画のオチでは最後に撃ったみたいな、もうボケみたいな感じで終わらしたんですよ。あれももうずっと長かったんで、もうとりあえず動画終わらそうって。お前最後に一言打ったって言って終わらせろって言って、打ったやつで動画はノリみたいなんで終わってるんですけど、もう正直、まあほんまもう動画で言わへんけど、もうほんまやんじゃん、もうこういうの何回もします。マジで。もうそういうのしてほしくないんで、俺はもう生活になかったらまあ貸してたんですよ。もうそれがもう角に積もって、もう正直もうすごい額っすよ。もう言えないですけど。なんかちょっともうないなって思ったっすね、もう今回。もうちょっと山ちゃんはもう引退っていうか、まあ面倒見きれないですよね、正直マジで。で人のもの売る、もう全卓の区別ついてないやん。動画も回さんとね。いや動画回せんって俺分かるよ、ドッキリやんいつもの、うん、で今回まあもう多分サブチャンじゃないんでみんな分かってると思うんですけど、本ちゃんなんで山ちゃん首ってことで以上です。でまあ、カードは、まあ、打って、まあ、そのお金で何しゃんって言ったんですよ。まあ、その後10万で売れたって言ってて、まあ、それもほんまか嘘か分かんないですけど、まあ、10万って言ってて、まあ、何に使ったんって聞いたら、課金です、ゲームに。課金と何やった？と、支払いってたやつです。残ってた代行のやつと、残りは食費で。うん、使った、使った代行代です。それ代行も罪に罪を重ねてるから、ファンのみんなも代行で気づいてると思うけど、ね、あ、もうそうやば、普通にもう謝るよ。皆さんちょっといろいろやってちょっと裏切ってしまい、ちょっと本当に皆さんすいませんでした。髪の毛もおかしいな。髪の毛も服ももう派手やねん。お前ほんまかすぎんで、すいません、マジで。うん、なんでなん、なんで言ったん。いや、お金がなかったから。なんでなんそれ。俺、お年玉あげたよ、お前に。はい。で、お年玉あげたやろ、1月の頭に。で、その次って俺、トータルお前に手元に60万ぐらいあったやん。はい。それはお前、分かるやろ。はい。それ、どこに消えるかほんまに意味が分からへんねん。それもまあ、もう話してるんですけどね、何回も。それ、消えた上で、追加で打ったやん。違う、50万円。で、お前が打って60万だったやんやったな。はい。やったやんな。で、60万になって、で、それで生活費ってお前言ったけど、お前何ゲームに課金したいの。はい。なんでなのそれ。何のゲーム、なんでゲーム。いや、なんか普通にちょっとゲーム買ったり、普通に APEX に課金したりって感じですかね。そのガチャ
中のもあるんですけど、うん、そのスキン買ったりとか。なんでやんお前それ。俺のカードやん。はい、スキン買うねん。何回もあったやん、もう賞味、うん、山ちゃんもうやめてって。で、でも俺らが歯食いしばったけど、とうとう初めて撮ってる。てか、こんな簡単に撮れるんやと思った。山ちゃんやめますって動画を。うん。逆に俺も思ってる。もう冷め切ってるんやなって。わかる、うん、もう普通に。何回も話して、何回も話して、もう山ちゃんお前もう絶対せえな。絶対せえやなっていう話、何回もしてん。はい。こんな俺冷め切ってんやなって、すごいびっくりした。え、なんか嫌いやった俺のこと。最後に聞きたいんやけど。いや、嫌いじゃないですね。リスペクトしてた？いや、してないです。してないよ。頑張れよじゃなかったら。はい、うん、お前気持ち入れ替えろってな。はい、お前飛ぶなよ次の仕事。いや飛ばないです。やめちゃんを嫌いになっても俺のこと嫌いにならないでください。はい、なんで以上ということでありがとうございました。やめちゃんありがとう。はい、すいませんでした。やめちゃんが覚悟をね、覚悟やった。そうそう、やっぱその引退、その、まあ、やめるってなったんですけど、うん、まあ、その、なんていうんですか、自分なりに、その最後、その、やったことに対して、うん、まあ、その、けじめというか、けじめか。その、自分はこうしたいと思って、うん、こう、これ、映ってますかね。あ、ちょっと待って。これ、タトゥー、ほんまに彫ってます。シールとかではありません。はい。ガチで、彫ってもらいました、僕がお願いして。その、続けたいとか、もう一回やらせてほしいとかではなくて、うん、だそのことに対して、まあ、やっぱ、もう一回ちゃんと謝りたいっていうのと、もう自分なりにこれだけ考えてって言われるんですかね、その反省してるっていう意味を込めてこれをちょっと見せたいな。うん、どういうこと。一応俺はカメラ回しこかなっていうので。もう出せへんやん、けじめ取ってないな。じゃあその、なんて言ったんやろな、なんかな、ちょっと履き違えてると思う、なんかいろいろ山ちゃんって。こうやって動画回してまた俺と喋るみたいなのとかを、そのなんかちゃうねんな、もうずれてんねんな、俺との考えが。これが今できてんのがもうずれてんやなっていう、もう俺との感覚がもう全然違うやなっていうふうにしか俺は思われへんな、今。軽く感じてんやんなって。いや、どうも、全然動画。いや、だからもうって、その動画のトーンやん。カード打ったことに対しての、うん、もうこれだけはやりたいっていうのがあって、まあ、その反省を、こんだけ反省してるっていうのを込めて、うん、ちょっとこれ見てもらいたくて。うん、何これ。それ何の。これ住んだカードタトゥーです。入れました。うん、そのままやめた方がいいと思うけど。だからまあ山ちゃん今までまあ結構俺と遊んで、俺が出し上げてたみたいなとかお金とかもあったけど、なんか俺そういうのはなんか山ちゃんと一緒にできた思い出やし、俺ほんまにそれは返してって言うのなんちゃうなと思って、うん、山ちゃんもう山ちゃんおらんかったらできへんかった企画もあるし、山ちゃん、うん、まあなんかまあ綺麗事に聞こえるから今日、まあお前がぶん殴って殺したいけど、なんかまあその中でもなんか俺の中の芯があって、やめてってやつのから俺お金取ってないやん1円も。うん、過去にね、パソコンももうそのままあげるわって持っていけよって、それで成功せよって。俺そういうタイプやん。うん、ただ山ちゃんがその俺から直接借りてお兄ちゃんとかに渡したやつがあるやんか、はい、そういうのはやっぱお前のけじめであるから、そういうのもなしでいいよっていうのもお前の信用を曲げさせることになるから、俺そういうのせえへんけど。ただお前がほんまに借りてお前がちゃんとケツ着たいっていう学校はちゃんとやるよ。はい、お前の服買ったやんいっぱい。はい、のんとかももういらんよな。そのズボンもバルマン買ったのとかセットアップ買ったりとか一緒に買い物行ったやん。はい、だから楽しかったから思い出やし、それは逆に頑張ってもらってたし、タロルくんプレゼント、ただお前がその毎月こんな貸し借りていいですかとか言ってたやつはちゃんと払って。はい、そんなお前迷惑かけんなよお前、次の人俺ほど優しいおらんで。うん、これ言ってくれお前、感謝とかごめんなさいとか大好きとかありがとうとかそういうのが全部具現化したらお金なんやで。お前そのお金を邪気に扱ったんやで。お前人のものを売ってお金使ってんだよお前。いや俺仲間も言えないなってすごい思う自分で。何やかん言うって、うわすごいわ俺、うわ泣けんもんな今。
高評価押して。いや、なんか思えで、俺ほんま自分で言うけど、いや、殺してもこんなんされたグログロ、グロ、今まで本当にありがとうございました。でも髪の毛切れて、これまた後日切りに行きます。それ切ってから来いよ。そう、なんなんのそれ、一番ハートないもん、お前。お前が今一番ないものつけ、心にないものないものばっか身につけてるやん。ハートも遊戯カードも何もないのに持ってるやん。体にはあんのにな、遊戯カードもハートも現物はないね。それがお前、お前変わらなあかんで、ほんまにマジで。じゃあ行こうか、ラフテル。風車村。これ、あの、最初に、あの、これだけ言っとくんですけど、あの、もう、ラストっす。あの、山村の動画、あの、上げるのラストっす。13日に、うん、あの、山ちゃんの次の仕事、まあ、僕と社長で、その、面倒見るっていう話、多分動画でもやったんですけど、はい、13日に、その、まあ、海の、まあ、寮の手伝いみたいな感じのとこを、で働くっていう、その知り合いがいるんで、まあ、13日にその会議やって、まあ、来月から働くってなったんですよ。うん、だから来月までにカード代は自分で派遣バイト行って、そのガードマンに返しますって言ったんですよ。はいはい、打ったカード代はね。うん、で、今日17日なんですよ。はい、で、17日に、まあ、派遣行く予定なんで仕事与えなかったんですよ。うんうん、で、17日今日連絡したんですよ。派遣行った。で、うんうん、どんだけ行ったって聞いたら、まあ、一回も行ってなくて。で、じゃあもう、お前今日撮影行こう言ってたんですよ、大阪に。それで仕事与えるからってね。はい、もう今日お前、もう、なんか、物買うとかでもいいから撮影ついて行こう言ってたら、ほんなら、いや、今日もう予約してますって言い出して。いや、13日から、お前17日まで、一回も行けんやつが、今日電話したジャストで今日だけ入れてなんかないやん。え、じゃあ電話したんって聞いたんですよ。もう電話しましたって言ったんで、あ、もう電話したって言った瞬間に、じゃあ履歴送ってって言ったんですよ。あ、電話履歴。あ、電話履歴送ってって言ったら、あの、嘘です、してませんって来て。もうガチやな、ほんま、もう俺分かるもん、もうこれがほんま、もう分かるんですよ、身内は。うん、もうほんま胸クソで、でもういいから、もう分かったから、うん、お前今財布なんか何本あんねんって言ったら1万円って言ったんですよ。うん、まあ、それもやばいんですよ。13日に4万円持ってたんですよ。4万円、はい、はい、もうそれも、あ、残り1万って言ってたんで、もう4日でも1日1万使ってるから、ね、もうその計算なんで意味わかんないんですよ。めちゃめちゃ裕福な生活してる。なんで俺1万振り込んだんですよ、交通費で。大阪くんの1万5000かかるんで、ありがとうございますって言って、んで OK って言って、で新幹線乗ったらチケット写真送ってこいよって言ったんですよ。うんうんうん、で俺新幹線、俺もう先乗ったんですよ、うん、撮影やったんで、うん、んで、俺、寝てたんですよ、新幹線で。うんうん、で、パッと起きて2時間経っても、チケットぐらい出ないから、思いっきりラインして、うん、あの、テレビ出まして。あ、連絡をね。はい。それ全然出ないんですよ。でも、LINE は繋がるんですよ。で、行きません、みたいな。LINE で。ちょっと動画見ます？ちょっと、正直、怖いけど見てみたい。大阪に来るって約束したやん。で、お金も振り込んでんやん、俺。振り込ませてんやん、お前。で、はい、今から向かいますって、お前言ってるやん。なんで今大阪に俺らしかおらんの？お金をちゃんと返し、はい。お金返しますちゃうて。来いって俺言ってんやん。13日から、はい、お前カード代だけは返させてください。自分で派遣行きますって、お前言えへんかった？いや、言いましたね。で、お前17日やろ今。4日5日お前何してたん？行ったん派遣、1回でも。いや、行ってないですね。今日から行こうって思ってたからですね。で、今日なんでお前行ってないんだよ。今日行きますって言ってたやん。で、お前今日の夕方から入れてたやんか。で、入れましたみたいな写真送ってきたやん。なんか、ここに電話しましたって言ったやん。で、お前その時、お前電話したんやったら、お前その電話番号教えて、あの、電話履歴送ってきてって俺言ったやんか。な、お前嘘です、すいませんって言ったやん。メールも送ってないってことやん、お前それ。働き、もともとないやん。今日からって俺が怒ってからお前行くって言い出してるやん。お前どこまで嘘つくん、俺に。どうしたや、山村。なんかあるやんって言ってくれ。お前の意見を言ってくれ、早く。まず、家出ろ。タクシー乗れ。なんで乗れへん、タクシーに。嫌なん、もう。
や、いやっていうか、大阪に行くのは、いや、その。なんでなん？いや、別にその、言って、派遣とかやってんのもありますし。派遣やってなかったやん、お前。大阪に仕事やから来いって俺言ってんの。お前カード打った後何した？カードパクった後お前俺何したんなって動画で言わんかったけど、何したんな言えや。やめてる子に運転させて、車その子をぶつけたのを黙って、で、でその子、お前が一人で乗ったってことにせえって言えって言いました。お前クズやん、マジで。お前人間じゃないやん。従業員じゃないやつにお前運転せえって車バーンぶつけたやろそいつが。な、お前、それ仕事前でさ、普通に俺に朝謝ったらいいやん。平然とお前俺にジョジョエン弁当おごらしてんやん。で、お前その後そいつ、その辞めた従業員から俺連絡来て、山ちゃんに夜お前一人で運転してぶつけたって言えって言われましたって。どうしたらいいですかって。お前、人間じゃないやん。山村お前どうしたほんまに。いや、その人が少ないというか、ちょっと人が離れたところで働きたいな。とりあえず、俺、それいいって言ってるやん。俺あかんって言ってないやん、山ちゃん。俺、はい、俺、もういいよって。そこでお前、毎月20万か30万もらって、お前10万ずつ持ってこいよって俺言ったやん。借りた金。はい。それでいいよって俺言えへんかった、はい、お前に。いや、言いました。じゃあお前今月はでも働くっていう話やったやろ？違う？お前派遣行くっつったやん。で、行ってないやん。はい、でお前大阪で俺撮影あるから手伝えっつってお前、俺お金振り込んだよ、お前に交通費。はい。大阪来るんか来へんかも答えて、どっち？すいません、ちょっと行かないです。なんでなん、それは理由を言って。普通に行きたくないのと、派遣のやつとかもその応募してんのとかそういうのあるんで。やってなかったけどな。分かったよ。じゃあごめんやけど俺もうこれ警察行くな。もうそれしかないからごめんやけど、もう意味が分からへん、お前の行動の。あのネタ、もともとこのでっかい借金なんですけど、なんでこの山ちゃんに借金してんのっていうところでもみんな気になったと思うんですけど、あの、はっをかけしてっていうのが一番大きいですね。うん、始まりっていうか、はい、もうそうですよ。まあ動画にもやってないんですけど、ハングレとかけして、ガードマンの家の金庫に今何千もあるからって言ってかけして、負けてって感じですね。それでもうだいぶややこしいやつやったんで、僕が払って、二度と関われへんっていうことで、まあ、山ちゃんの代わり、山ちゃんがもう払ってくださいって、その時も土下座して泣いてたっすね。年末にね。年末です。正月、年越しっすよ。年越しの年越し、山ちゃんの土下座見て年越しましたからね、あの時。うん、ほんまやからね、これに関してはほんまなんで、俺ブチ切れたんで、その日、山ちゃんに。お前、こんな日に呼んで、お前何してんねんっつって、人の金でって、俺もうブチ切れた。俺そっから山ちゃんのこと信用できてなくなってるんで。明日はね、あの、めちゃめちゃ面白い。あの、エマイの解体動画なんで。おかしいやろ、お前。皆さん楽しみにしてる。ここ堂々と言うんです。ここでまた違う問題出てくるんで。俺が警察お前連れて行こうか。最後何やかんって変わると思ってないけどな。いや、俺も、なんか。正直。はい。無理やったか。確定演出やん。プレゼント山本に笑い気分です。え、ブーンって。ガードマン最近ね、WBC の世界戦の大谷選手からもらった、そう、キャッチで受け取ったボールが、もう一生自慢しぎて、あいつ別にそれ必要ないのに常に肌身肌さず持ってんすよ。ってことは、これ、捨てるしかないか。おぉ、じゃあすいません、行きまーす。お前どこ見つかった。いや、ちょっとな、俺じゃない、俺じゃない、謝って、これはほんまにごめん、すまん。じゃあお前そんな、お前マジで俺何やかんやで見つかる。動画回ってる時に調子もんね。お前止まってからすみませんと言ってさ、お前筋通せやんやってやるやん。でもこれで許してくれ、一発当たってないね。流れ強いな。これ何、こっち行ったら何がある、この先は海やろ川。何だ
え、お前海市じゃん。え、これほんまに、ほんまに海やん。これ海に繋がってる。ガチなやつ。え、いいやん。調査兵団やん、こいつ。なんだガチの海、ガチの海に繋がってるやつで。海やん。どう考えてお前。乾いてきたんで、ちょっと干しかけましょうか。ちょっと待って、ちょっと来い。ドラゴンボール見つかった。本物の。見て、ドラゴンボール見つかった。お前、おい。ちょっと待って、これお前ダブルビッシュじゃん。ドラゴンボールだってるやん。なんで？夢叶えるやん。ちょっと待って、お前何してんの？お前マジ何してんの？待って、これ多分。これマジやった。これ多分ニュースだろう。なあ。ニュースだろ。ちょ、マジでやってよ。見つけたテンション上がってもんで、やっちゃった。お前、落とし。ちょっとかわいい。見なんだ。いいなぁ、すね。俺、笑ってないのに、おかしいよ。なぁ！次がよ、お前。少々音聞いた。あ？音元気を鳴らそうか鼻血ぐらい。じゃあだいぶ音聞いた。お前バカ、お前の口じゃなくて爆竹50個爆発させるわ。お前そこで待っといて爆竹叩くから。多分皆さん初めて映ってる背景やと思うんですけど、ちょっとこっち来てくださいもう。どうすか？来て来て。なんということでしょう。これガードマンの実家です。こっちが、サラチになってこっちまた、勢力伸ばして植民地にしたいと思います。プレデター。何してん、何してん、何してん、何してんじゃん。静かにせよ。なんでお前山本先生が出てきた。緊急引っ越したんだって。どういうことマジで。お前山本さんの車あるんじゃな。な、開けてみ、開けてみ。山本さんの車あるやん。山本さんの車あるやん。どういうことするの。ほんまに引っ越したから俺この家だ。お前おるよな。そういうのもう時期やな。じゃオセロちゃうで。家のオセロしてんやな。あ、家でオセロしてん。お前山本さんファンやったん。違うよ、俺の家、俺の家がやったら。お前ナルシストすぎるで。これ俺ほんま皆さん引っ越しただけです。お前ちょっと待て待て、引っ越したとか知らんて。え、だから俺はもう実家の横に引っ越すなよ。サプライズよ、そこは。サプライズってなんだよ。サムライズかお前。お迷惑かけんなよマジで、親にはよ。でもな、お前親おらんから迷惑かけたいん。おるで。おらんよ。おんねん。おらん。お前急に生まれた。お前親おらん。お前ミュウツーと一緒。昔話が日本の急に生まれるって人が。もう意味が分からん。日本昔話かって。もうツッコミ逃げてやめろよ。なんだそれ。おいどけやこれ。待ってください。ほんまに待って。ちょっと待って、ちょっと待って、これやばい、これは違う。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ほんまに待って、ほんまに待って、ほんまに待って。俺ら立ち退くんか、俺。おい、お前俺らのガードマンしとんの。ちょ待ってください。ちょ行け、出てやがんない、これ。お、ちょっと出てやがんない。ちょマジで終わった。いや、ぶっつらせ、これデブデブ。出てます。デブデブ。やばい、やばい、やばい。あ、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 俺の連れ舐めんなよ、これガキ。おい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 、お前ね、ちょっと待ってください、ほんの。お前お前。
どうしたんすか。お前何で俺の頭にコーヒーかけんやん。しゃべんなよカス。あ、すいません。あ、すいません。うわ、今日親方やから。親方やから。お前、お前、はい、すいません。笑ってんの。いい、いいですか。どうぞ。はい、いただいていいですかって。いい、いただいていいですか。いただいて、はい、すいません。なんで頭にコーヒーかけたんですか。お前の顔がコーヒー豆みたいで無様やからや。コーヒーが。はい、ありがとうございます。まあこれ、まああんま言いたくないですけど、上納金っす。なんかやったら守ってくれるかなって。まあぶっちゃけいろんな絡みしてるけど、うん、リスペクトもあるって感じです。実際コラボせえへんやん、 YouTuber 全然せえへん俺ら。うん、コムドットとかせえへんやんか。うん、うん、もうまあ一回したけど、一回したら筋ないやんか、うん、筋通ってないやつ多いから。400万人記念のおめでとう動画送ってって言われて、はいはい、俺おめでとう動画撮って送ったけど俺だけ使われてなかったから切れたもん LINE で。お前舐めてんって。お前送らっしょになんで使ってないねんって。切れたらごめんみたいな。だ年明けのなんかでみたいな。なんかだってそんなやつおらんくな い, いや、もう友達でおる。俺が天使にさ200万人突破動画送ってっつって、うん、送らしといて、もし編集間に合わへんかったらすんやんか、うん、ふんならごめん天使間に合わへんかったって言って、また別の動画で触るわとか、天使の応援メッセージだけ入ってんやけどごめんなとかさっき送るやん。絶対釣れやったらね、うん、陰キャなんだいや、マジで普通に考えて傷つくもんな、それってマジで人間としてやん。ちょっと、翔さんたちちょっと来てくれたということで、はい、ちょっと、僕からなんですけど、はい、やっぱ日頃正直マジ感謝してて、翔さんに、うん、ほんまくだらないもんなんですけど。はい、けどさ、ボコ回ってんねんから、そんなのなんかやめてくれよ。もっとなんか、おいとか来てくれよ。翔さん、いいプレゼントですよ。あ、あ、中に入っちゃってるですね。すいません。ほんまに、これ。あ、ね。ん？ん？え？ちょっと待って。え？え？これ、一番。さすがに気になってるなと思う。デスピサロみたいになってるっすね。あ？ここに立てっかい。じゃあもうそのタツとかやめましょう。気持ちでハッピーバースデー歌え。あ、はい、あ、ラップリシェア、うん、その気持ちで伝わるから、翔さんが。今年は一発目明けましておめでとうで、誕生日おめでとう。Yeah, yeah, まるで翔が誕生日でこのテンションで上がって天井も突き破った現状。セッション楽しんでる、Ayo。音と音、俺らまるで現場に集まってるぜ、顔見ら映画に。あー言いましたね。何言いましたね。これは、ちょっと待ってください。翔さん、俺もう落とすために必死なんですよ。まあ、でも、ガードマンやっぱうまいな。うまいな。俺結構ガードマンの見てんねん、いつもあの。いますか。ありがとうございます。おい、何が笑ってんの。もう何がおもろいんちゃう。何がおもろいん。笑い業なんですよ。面白いとこあったか今。何かあったか。なんか、失礼じゃないじゃあ面白いとこあったか笑い。なんか、俺に最初遅いわ、なんかプレゼントくれるところから。おい、二人何いちゃすいとんの。すいません。いや、笑い業はよくないです。笑い病は笑いたくないで笑ってますよ。笑ってるっすよ、こいつ。お前らでクタクタやねん。矢村の件な。頭でこぼこはどこ行ったんなあ。頭でこぼどこ行った。もうあいつでおばちゃんもうずさずさやねん。なあ、まあまあずさずさ、もう、まあまあ、次お前隣に来たらもうヘロヘロ。ほら、ずさずさやん、ずさヘロやん。何は？お前俺のお母さんずさヘロにしてるやん。なあ、お前、俺のお母さんずさひろにすんねん。お前もや、お前この前にこれどないすんねん。じゃあ俺、飽きられたんですよ。まあまあまあ、翔謝ってきたよな。え、翔謝ってきたよな。なんかうるさくしてすいません。翔みたいなやつ。うん、ざっこざっこ翔や。ほら、ざっこざっこざっこ、ほらほらほら、肩動き見ろって。肩動き、ほら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 、おい、肩の動き見ろ。バーンってやって、穴開けて、思いっきり開けて。大丈夫ハゲそう。え、ハゲそう。まあ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 、こいつ中学高校一緒やん、お姉ちゃんと。うん、好きやって。だから来てる。ほら、びっくりしてやん、お母さん。
見て、わあ、場所変わってるやん、立ってる場所。相撲部のやつの話言えよ。高校の時に一クラスずつ全員なんか入学当初バンなんかヤンキーみたいなやつが一入ってきて、この中で誰が一番相撲強いでみたいなのを一人ずつ一クラス喧嘩打って言ってて、俺らのクラス来た時にそのガードのお姉ちゃんが来ておって、私っつって、うん、私が一番強いっつって、で相撲部のやつやろ、その男の強い番長みたいなやつと互角に張り合ってたんです。あで最後倒してその昼休憩の20分30分でも勝負つけへんくて持ち越しになってます。もうエースとジンベエやんな。なこの4バック、ガチで1枚で10万以上の価値であります。なんでかわかる？店の人がこれをもう入ってるって言ってた。じゃサーチしてるやん。アウトです。警察10人呼ぶわ。お前さ全部ノーマルやん。サーチミスやん。これ動画俺知ってるやん、動画的にラスト一泊残すやん、普通本物のやつよ、それが。じゃあ俺もサーチすんね。それが俺がサーチしたやつ。じゃあめくっていくで。はい、お膳立ていいよ。シシコいいよ。で、ヤクブーツ、ヤングースね。ヤングース、はい。誰来ましたね。はい、おちょくってやん。俺のことおちょくってん。最後の最後まで俺のことにして。ポケモンがポケモンのカード会社もけ組んでよお前ら。ねえ、なんかあるんすよね。あ、これの最終進化は高かったんですよ。うん、え、なんかもう一人人当たってなかったっけ。え、言ってたんだ、7000円、7000円、8000円弱するっていうのを言ってた。7500円、なくない。なんでボスの試合ほんまにないやん。もう絶対ある、絶対あるはずやねん。お前なんか猫はしてない。もう普通にキラこっち全然入ってるやん。いや、少ないと思ったわ。そのキラ俺がデッキで使うと思ってた。何すんの。犯人になっちゃうで、お前。ごめん。で、だから俺今必死考えてる。入ってんじゃん、ガチ。いや、俺マジイサラベで何も入ってない。言ってない。え、高校の撮影したのいつかちょっと思い出して。このまま。あの日何してたっけ。え、こっちのカードあれ。え、ちょ、お前何カードこれだけつけてる。お前マジか。え、ちょ、触んだそれ。いや、もうガンガンカードあるやん。二軍やって。何お前軍作った。お前なあ、帝国か、ここ。で、あのズボンお前ポケモンカード入れてた、最初履いてたやん。だから履いてです。いや、それはないよな。じゃあのズボンにお前入れてないよなと思って。ポケモンカード入れてた、俺洗濯してんで。入れてないわよ。やんな。え、俺も洗濯、しかもさっき回したしな。ちょ、お前ほんま白こいな、お前。え、ちょ命が、俺もこの顔見て、今から一寸でも笑ったら俺のせいにしてくれて。俺でもマジで笑えへんから。ちょ、ポケット見てみて。お前、お前ポケット見てみてって、お前これ出てきたことしたんだよ。さすがにそれはない、それはない。俺それしたらさすがに俺も陣地超えてる。もう確定演出やん。なこれ確定演出やん。パチンコのあれやん。普通にでもガチやん。ちょ、お前ちゃうんかって。おい、お前の字を洗っただけやろうが俺は。彼と思ってやったことが、なんで恨みいでんだ。あれ、おかしいわ、お前マジで。かわいいけどや。お前マジでって。俺のカードじゃん。だからしたんじゃん。その態度やばい。行ったー、はい、ここへ立った。あとお前これ普通にカメラ回してるか回してないかのさじ加減やから。最近カードで一人どっか行ったな。な、さじ加減やんだよお前これ。あ、もう痛い痛い。マジやめろ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 、マジでマジで俺知らんぞこれ。やりすぎだろこいつ。え、え、な、なんか、え、いや、もうじゃあ、早く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 出した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 。何してんの、何してんの。あの、頼まれて警察呼んでんの。
どこでもドアそれ。どこでもドアで。何が入ってるの。え？Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. 早いっても。久しぶりです。はい。久々でしょ。何やねんか。久しぶりに会えたのに。なんかこんな切れる？おい、こらって遊ぶな、抜いてんの。どうしますか。お前、抜いてんの、人んちが。お前んちちゃうねん、ここ。区切ってるやろうが。俺や、ほんと、お前、雑いねん。雑いねん、この辺とか。どうした高いぞ。なんもすか。上下で8はすると。せーへん。すると。あと、フケすごいですね。ユキ。ユキちゃう？フケちゃう。ユキちゃうわ、フケちゃう。オッケーや。お前おもろいな。おはぁーやったるわ。お前ちょっと待って、痛い痛い痛い。ちょっと待って、お前マジでやった。待って、こいつやった、ガチで。ねえ、どっちが被害者やの。俺やわ。今どう考えても。マジ言ってるのか、お前病気か。俺お前めっちゃお気に入りやのに。だからなんで、お気に入りの服なんか何枚も捨ててきたわ。なんで俺のターンで俺が被害来ないの。お前、俺のターンやねん、今。お前のターンの時に何回も被害食らってるもん。何十回、何百回被害食らって、だからそれがどうしたね。行く、秋田、向こう行けよ。はい、願いよ。行きたい場所。口出して言えよ。もうこれ行けたらお前金貸す。あとドアノブスこっちです。これで行きたいとこにあったら全部俺許してるし、うん、全部。ほんまにどこでもドアの機能ついてた。お前土下座な。あ、土下座っていうか何でも言うこと聞いてあるわ。うん、ほんまにドリル上げてくれ。うん、じゃあ行けよ。どこ行くん、どこ行きたい。ラスベガス。じゃあラスベガスに行かしてください。はい、入れよ、ラスベガスよ。どこ？山本の家やな。山本の家や。今日はディベート対決ということで、はい、今回はもう公平にいきます。お母さん、お父さん、どっちが大切？ちょっとこれ、俺の方が有利やよね。なんでやねん、お前。お父さんとお母さん、両方から愛されてたんで。誰だよ、お前。俺も愛されとるわ。はい。お母さん派とお父さん派で戦うしかない。俺のお母さん派やから、お前はお父さん派や。だから、分かるよ。え、その愛ってさ、分からんやん。分かるやん。何だよ。いや、親父の愛しろ。ドン、神戸牛か死んだコロギ食べるなら。俺は神戸牛です、今回は。アホか、大前君コロギ。アホか。あの神戸牛って、そのお肉の中でもその最高ランクってやつで、まあ一番美味しいお肉どこ出たらやっぱ出てくるんじゃないかなって、それぐらい日本人が愛されてるんで神戸牛かなっていうところですね。僕まあ昔貧乏の時コロギほんまに食ってたんですけど、はい、無限に手に入ります。お金かかりません。神戸牛高い、はい、まずこっちは無料です。神戸牛って油しかないんで栄養がないわけなんですよ。コオロギ、なんで食う民族がおるか分かりますか。なんでなんすか。栄養があるからなんです。虫食ってる動画で正直言います、あれほんまに美味しいです。食います。安いか高いかの問題で、みんなが手に入りやすいのがコオロギです。体には完璧にお肉っすよね。野菜とかその魚だけ食べても肉、お肉つかないんで。タンパク質やろ。はいはい、ないですよコオロギタンパク質。コオロギ、え、お前ほんまにバカにすんなよコオロギのこと。お前タンパク質、コオロギどんだけ含まれてるか。お前コオロギは本当に美味しいし安くて日本でも流行ると思います、正直。コオロギ次のブーム多分コオロギ入る。俺お前逆に今のうちやでコオロギの商売するんだろ、ね、今さら神戸牛とクラゲ牛とか松坂牛とか誰が食いたいねん。これどうすか、これどうすか。意外な感じだよ。はい、こちら、え、どうはい、親友かコオロギ、お金をかけるのはどっち。終わり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 。誰かに芸能中の天心にお腹いっぱいさせてきた。これいこう、これ。あ、いいっすね。はぁ、現状中だから。ちょ、これごめんな、ちょっとごめん。あ、腹減ってる。ちょっとだいぶ減ってる、ごめんな。見て見て、あのカメラで撮る人初めて見た。あのカメラで撮る人初めて。ちょっと金あるやつ、金ある？金ない。
あるやつ。あら、じゃあこれ買っちゃって。俺、これ M サイズ。おい、自分で買え。タネあるやつ。タネあるやつ。おい、じゃあ減量中だよ。天使登ったって。みんな。知ってる、知ってる。分かんない、分かんない。知らないって。あ、ありがとう。え、甘口で2つ。え、ただ？はい、1200万。さっきの人1000円返す。え？1000円返す。そう、もらってないよ。あ、じゃあ分かっちゃって。俺。あ、ありがとう。伸びました？もうだいぶ伸びた。伸びるの早すぎても。伸びましたね。セネガル人はやっぱり伸びるの早いんで。あ、セネガル人じゃないです。え？なんかちょっといいシャンプー買いたいなと思って。はい、あるっすか？ありますよ。あ、ちょ買って帰ろうかなと思って。メリットっていうの。やっぱちゃうっすか？市販のやつやから僕らにとってはデメリットですけどね。買っていきます。もう買ってます。ここからちょっと聞いて。え、何してんすか？何してんすか？何してんすか？え？え？え？ガチ何してんすか？こっちですか？ああ、ちょいちょい、知ってた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 、何してんだよ。引き切られてんやったらやめたよ。縦にやられた。キャバ嬢のドレスみたいな。俺ら何今向こうまだ高速で俺は降りてブライアンや見ますよ俺次もし悪絡みしてきたやつ俺動画回しながら攻めます俺もう腹立つから動画回してよどんな消されてんの気になるもん多分ガードが俺やったら多分もう自殺してんで自殺はしないですよ殺人っすよそうそう相手よ相手を自殺してると思う相手を殺しちゃってんだよ相手を自殺してるどうぞはいはいえっバーガーはいどうぞえどうぞじゃあまあ食おうかみんなでえ昼飯全部あるってことやんなこれこれ俺の、はい、俺のやんな、はい、俺食っていいこれ俺食うて俺もうこれ俺のやなこれ誰にも出したじゃあもうちょっとパーガーってことで撮影しちゃいますか。いただきまーす。どうぞ。CM 狙います。狙えるか。いきます。中とかすごいよ。ほら。ジューシーやん。お肉とかパスタとか。いきます。はい。パスタうまっ初めて食ったベーコンレタスバーガー。めちゃめちゃうまい。ベーコンレタスバーガー好きな理由が一つあって。うん。初めて食ったんや。理由もう言ってた。ない。はい、ということで、はい、ね、シュークリームキャッチということで、はい、今日わさび入ってないんで安心してください。違う違う、マジでお前、ほんまに頼む。まあ、今開けたばっかりだから。はい、見たでしょ見たで、見てた。いきますよ。え、これすごいわ、今ね。ちょ、待って。受け方、当たってたの当たってたの。マジすごい。おぉなるほど。これですか？やったろ。オッケーです。はい。せーの。じゃあ次山ちゃんが俺に投げるパターン。あ、オッケーです。行きまーす。三、はい。はい。おー、行くやん、行くやん。みんな行けるやん、全然。うん。でかいしてきた。うん。いきまーす。三、はい。あ、これ。お前、ちょっと高いわ、お前。これちょっと高いちゃった。ちょっと上げてんだよ。お前、ちゃんとやれよ。お前。やめとけよ。やめとけ。やめとけ。螺旋が抑えろ。今のちょっと高すぎてますね。はい。行きまーす。お前お前
おい待て、お前なんで今つばかけてたの。お前さ汚いってマジで。お前余計汚いなんだよ。置いとけよ。